はい、皆さんこんばんは。それではザ・コンジュリングハウスですね、続きをやっていきましょう。気がつけばね、もう6時間以上プレイしております。6時間を超えるね、ホラーゲームといえばあのバイオハザードとかね、サイレントヒルとかあの辺の大手のゲームが多いんですけども、このプライスでここまで遊べるゲームはなかなかないと思います。まあ、ストーリーに関してはちょっと分かりづらいというかとっつきにくいところありますけれども、化け物を倒すために5個のアイテムを集めて燃やすっていう目的がはっきりしているので、非常にとっつきやすいね、ホラーゲームとしては非常に良い感じのクオリティじゃないかと思います。グラフィックも綺麗だしね、非常に気に入ったゲームでございます。さあ、では今回はですね、このコンジュリングハウス、ここの、まだ開けてない扉があるので、ここですね、以前入れなかったこの部屋を今回は探索していきたいと思います。あんまり部屋の奥行きなさそうなので、鍵があるかもしれないですね。さあ、入ってみましょう。それ、お邪魔しますと。あ、奥があんのか。そして金庫があるね。よし。結構見逃し多いからしっかり見ていこうか。さあ、電池を取って、これは開かないか。開かないね。あ、ここの部屋明るいね。で、これはダイヤルと、これナンバーでしょうね、これね。おそらくナンバーでしょう。そしたら、じゃあ、これをメモっときましょう。写メでいいかな。ちょ、取りすぎだね。そんなに連射しなくてもいいやな。よし。さて。まずやってみましょうか。行く行く。ダメか。行く行くで絶対行けない。お、行く行く。奥様。ダメですね。行けませんでしたね。奥様で、あ、こっちは明らかになんか、取れない。取れないけど、ここに丸がある。つけるのか。つけるんだね。この、このマークが、このマークに対応してんのか、これ。かな？数字なのか、あ、これ時計なのかもしれない。時計の数字なのかもね。おそらく、これをあと3つ見つけてこいということでしょう。わかりました。目的がはっきりしてるね。じゃあ行こうか。さあ、探索開始しよう。まず気になるのがこれですね。開けますよ。悲しい顔されていらっしゃる。さて、これ足元が見えねえな。見えないね。行きますよ。何にもないですね。あの時計みたいなやつがどっかにあるんでしょう。壁にかかってるのか。敵が出てきそうな配置ですね、これね。待って待って、あそこ上行けそうだな。あ、いた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 。誰か痛がってる。痛がってる。何が痛がってんの？何がいるの？変な音するね。あ、いた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 って来てる。多分あ、しまった、ライトのやつだ。やっちまった。危な、間に合ったか。ライトのやつだね。一瞬なんだか分かんなかったから間に合ったか。効かないんだよこいつね。こいつにはこれ効かない。そこ通るの？横通れんの？それこっちまで寄せらんねえかな。あ、反応しねえ。横通っても大丈夫か。ライト以外は絶対反応しないのか。失礼します。失礼します。いいケツしてますね。反応するじゃん。
分かったこととしてはライトで追ってくるのと、一定距離まで行くとライトつけてなくても襲われるってことだね。するともっとこっちに寄せなきゃダメだな。やられちゃった。まあいいや、やられちゃったとしても、あい、相手の特性が分かればそれでよしとしましょう。で、あいつがあそこにいるということは、ライトを使ってアイテムを探さなきゃいけないんだね、多分。暗いままであと見つからなくて、ライトを使ってあそこを、で、その多分、おそらく時計かな？時計みたいなやつを3つ集めるのか。というルールじゃないかな。なので、ちょっと今場所が悪かったね。もっとこっち、もっとこっちまで寄せて、そして部屋の奥から探索していけば良さそうですね。よし。もう一度行きましょう。電池いっぱいあったね。取らなくても。でも一回取るか。いや、取っとくか。ちょっと気になるのが、ナンバーが変わってるのか。ナンバー変わってるね。ナンバー変わってるね。そうなんか。まあいいや、目的は分かってる。そしたら、帰り道のこと考えると、この辺に誘導したいな。どこにいるか調べよう、まず。どこにいる？どこに、あーそこにいた。もっと早く急いで。ここいらに、ここいらに誘導しよう。オッケーオッケー、きれいに誘導できたね。よし、そしたらじゃあ奥から探索しよう。どの範囲であいつが来るか分かんない。もし仮に奥で光に反応されても猶予があるからね。そうしましょう。走っても大丈夫かな。さあ探索開始です。あれ？そんなにどこが反応すんの？なるほどね。予定よりも遠くから反応する。距離というよりか見えてる範囲か。見えてる範囲だね。光が届く範囲に反応するのか。いや、じゃあ遮蔽物を利用しよう。あそこの距離だとまっすぐ。壁掛け時計みたいなやつだったよね。多分こういう風に棚がいっぱいあるってことは、こういう風に電池と一緒で棚に置いてあるんじゃないかな。あ、あったあったあった。え？妙な置き方してる。これが下敷きになってるな。あまり厚みはないんだ。1個ありましたね。1個だけか。意外と反応するな。ご苦労なことです。あ、ちょうどいいや、1回1個はめてみようか。どれどれ。あー、順番は勝手にやってくれるんだな。そうか、あんま近い範囲言うとやられちゃうから、遠い範囲を抜けましょう。また奥行ってみようか。さっきは見えちゃったのか。え？意外と反応すんな。反応しても大丈夫なのか。しつこいやつだ。誘導できていると思ったんだけど、そうでもないな。ね、意外と来ますね。もっとこっちか。もっとこっちかな。
めんどくせえやつだな。で、さあ調べましょう。多分ね、あと1個取れれば強引にワードはクリアできんじゃねえかと思うんだよね。あと1個ありゃいいかな。壁ドアにかけてあったりしないんだろうか。開かない開かない開かない。電池、天井、なかなかないね。なかなか、あった。これで強引に解けちゃいそうな気もしないでもないね。ね、一つはほら残った数字で、あった、こっちにおびき寄せたいな。安全を期してこっちにおびき寄せたいけど、こっちだよ。ハヒ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 。あとはもう電気つけなきゃいいんだからな。よし、まああいつの特性はよくわかりましたと。近い範囲と光に反応ですね。さあじゃあ謎解き行きましょう。まああいつに殺される帽子も見れたことだし、よしとしましょう。さあ謎解きですが、おそらくこれが一番のとこですね。どういうことだ。共通してるのが時計でいう12時のところの記号が全部一緒ですね。ダイヤルで言うところの12時っていうことはないので、0ってことか。で書かれてる文字のが時計で言う数字になるわけだ。ちょっと待ってな。ってことはちょっとさっきと違うのか。しゃあ、そっか、さっきと違うんだ。さっきしゃべったやつは死んじゃった。死んじゃったらダメなんだね。するってと、じゃあこれでいきましょう。目玉ね、目玉、目玉は時計でいう12345時かな。ってことは5、ダイヤルの最初は5ですね。で、ダイヤルの2番目は、このマークですね。その6時のマークのところのマークがダイヤルでいう2番目なので、5、6。この順番は関係ないんだね。次が手錠のマークか。手錠のマークが8のところなんで、5、6、8。で、逆さになってる手錠みたいなやつが5683かな。5683、5683ゲット。オッケー、わかりました。これ4つ並んでるんだけど、4つの順番は関係ないみたいですね。要は単純にこの時計でいう数字がこの数字なんですけど、その時計のその数字、例えば一番上のとこが時計でいう12、あるいは0の部分なんだけど、これは0ということなんですよ。で、知りたかったのは、その時計でいう数字がいくつだったかってことなんで、この目のマークのところは時計でいうところの5時の部分だ。これですね。なので、5、で、これは6、8、
3っていう感じで、ダイヤルを開けたみたいな感じです。何ってか分かんないけど、そういうことですね。あれ？ん？オフィウカス、え、こんなとこあったっけ？オフィウカスの鍵、オフィウカス、オフィウカスってなんだ？あれ？ちょ、俺まだ見てないとこあったかな。つか、あそこの階段は降りてくる専用か。ってことは上だな。多分、あの階段に関係してるとこなんでしょう。ね。一箇所開けてないところあるね。ちょっと待ってね。どこだったっけな？一回セーブするね。屋根裏の部屋だったかな。あの、天井の梁を、はい、OK です。天井の梁を歩いた屋根裏があるんだけど、そこがもしかしたら、あそこのところに、ちょっと、そこのところのに、扉が一個あったのを確認したんだけど、また、大変。また全部鍵かかってる。またアップデートあったのかな、これ。一回開けた鍵は全部、また、大変。ってことは、とても嫌な予感がするよ。ここの右側ですね。ここのところの扉。うわ、めんどくせえ。鍵がかかっちゃってる。アップデートでまた鍵がかかっちゃったんですね。で、しょうがねえな。じゃあ、泊まりするか。あそこの鍵が、あ、ここにもボックスあった。でも入ってなかった。ここ来たっけ？覚えてねえな。そう、ここの先ですね。に、一箇所開けてない扉があったはずなんですよ。前に、なんだっけ、あれ。すげえ探し回ってる時にここ来たはずなんですよ。乙女座の鍵か。が見当たらなくて。まあ、ちょうどいい扉を開ける感じでいきましょう。多分そこと、あとあそこ、暖炉ある部屋の謎の扉と、地下の、あ、なんだっけ、地下の気持ち悪い、の模様がついた扉か。そこがまだ開いてない扉かな。それ以外は全部行ったかもしれない。まあ、いよいよ大詰めであるとは思うんですけども、ちょっとそこが、このオフィウカスっていうかどうかわかりませんけど、行ってみましょうか。多分以前来た時はここ見逃してるんだよね。ここの、ほら、あそこに扉があったんだよ。これが多分やっ、ここだ！大正解。多分さっきのところに通じてるでしょ。あれ？セーブ？はい、セーブしました。ここでセーブか。ということは、死ねということか。いつ死んでもいいですよってことなのかな、これ。暗い。かなり暗い。え？どこ行けばいいんだ？向こうに明かりが見える。一点だけ。ん？電池もあるな。かなり暗い。で、こうやってところどころ抜けるところがあるということは、もしかして、これは
なんかに追われる的な何かが待ってる。ね、何かから身を隠さなきゃいけない的な。あそこにまた電池か。また向こうにライトが見えますね。さて、なんで向こうがあるんだろう。とりあえず明かりの元に行きたいですね。開かないやつですな。いや、屋根裏の鍵が必要で、今フシュルーって声がしたね。電気がで追ってくるやつがまた来たとしたら、電気つけずにここ歩くのは不可能ですね。不可能、うん、不可能だな。あ、どっか違うところ通れってことか。うん、困ったな。どっか抜けれそうな場所あったか。こっちか。うわー、行きたくねえこれ。これは嫌ですね。隙間を抜けるところはある。どこかで屋根裏の鍵か、電池だけか。いやでもまあ生命線ではあるな、電池は。ところどこにあるランプが光って見えてるだけか。部屋じゃなくてこういう区切りに関しては正直覚えるのきついですね。とライト消せ、ライト消せ、ライトを消せ、主人公ライトを消せって。ライトを消せ。大丈夫か、ただの恐怖演出か。冷静にライトを消せって。消したとしてもその範囲から出ないと結局捕まっちゃうからね。どうしよっか。さて、まあ基本明かりの方に歩いていけばいいだろう。そうしないとね、もしかしたらこういうふうにライトをつけずに明かりを頼っていく。いや、不可能だな。あ、もう途中までは可能か。よいしょよいしょで。なんもなしか。つけていいのか。まあ、最初はやってみろだな。死んだら考えようか。くぐれるね。そこに箱がある。アクションマーク、これはなんだ。檻かな。っていうことは檻に誘導可能なのか。なるほど、うまくやれば、うまくやれば。ちょっと待って、檻が明るくなった。下げることはできるけど上げることはできない。こっちから上げることはできないんだな。オーケー。こ
これがあるってことは、多分誘導ぶっかけるってことか。やってやろう。あいつに追われることがあるってことか。隙間を抜ける意味は、何が開いた？待って、ここが開いたのか。ここが開いた。戻ってきただけか。まあでもこれであそこに誘導できるわけだね。屋根裏の鍵はどこで手に入るんだろう。こっちも探してみるか。こっちではなさそうだけどな。さっき俺が言ったところがこれ。そう、そうですね。さっき言ったところ。どこに敵いるんだろう。いるか。ただ誘導かけるの結構大変だな。まだ私はキーアイテムを取れてないんだね。だから敵は出てきてない。ここが開いたのか。でもここだ。ここかな。見える。ネズミだけ。ここは何の意味が。一時的に回避する場所。でも行き止まりだったら死ぬだけだよな。で、檻の中にアイテムはなかったんだよな。すると、どこ行けばいいんだろう。もっと奥、もっと奥か。もっと奥行ってみよう。一番端かな、ここは。無理か。ちょっとここにいるのは分かった。ただ振り返ってからだと厳しいな。分かりました。ちょっとじゃあ誘導かけてみたいと思います。よし、もう一回行きましょう。そしたら奥に箱があったので、で、奥に行くための道の道中にあの敵がいたのね。なので、あの檻まで誘導しなきゃいけないのかかな。多分狭くて行き違えないんだよね。なので、ちょっと待って、こっちショートカットか。ちょっと今だいぶ分かってきたよ、地形が。さっき歩いたからね。こっちは、こっちは違うわ。はい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 。わかりづらいけど、一回歩けばなんとかわかるかな。そう、ここ敵、ここ敵出てくるとかね。で、来たか。そしたら、いや、まあ、とりあえず、誘導しつつ、あれ、どっちだっけ、どっちだっけ、こっちか。ああ、違う、こっちか。ちょっと分かりづらいな。さすがにちょっと難しいね。これが、こっちがあれか、ショートカットか。そうっすね。よかった。で、檻が、
降りに行くにはどうすんだっけ。降りに行くにはここはなんだっけ。降りには行けないか。降りに行くにはこっちか。で、こっちが降りと。ここまであいつを誘導してこなきゃいけないのね。ここに入れちゃって暗闇の中で作業しなきゃいけないんだよな。できんのか。そうだからライトつけてきちゃうから暗闇の中で作業しなきゃいけないんだよ。やるか。じゃ暗闇の中であいつを誘導するんだな。どの辺にいいんだろうか。待てよ。待てんちゃった。ここを暗闇の中で抜けなきゃいけないんだな。うわ、マジか。こう行って、こう行って、こうか。途中であとおびき寄せなきゃいけないんだよね。これ大丈夫か。これここまで来ちゃったらあいつの横通ることになっちゃうけど判定あんのかな。まずいな。来た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 。いや、そこにいる。あれ、これ大丈夫か。これこの横通り抜けなきゃいけないんだけど、あいつの索敵範囲に入っちゃうんじゃない。いや、やっぱ入ってる入ってる。いけるかいけるか。うわっとっとっと。あれどこだっけ。合ってる合ってる。うまくいった。いや、死ねほらアホ。あライト降り。うまくいった。イエーイ。ほらチカチカしやがれ。あ、ライトつかなかった。よし、突発的な今手がブワーって出るイベントで、なんか頭マップが頭からぶっ飛んだけど、まあ大丈夫ですね。奥まで言ってよかったのかどうかが今わかん。あれ？ここからも声する？気のせいか。今だからね、何に困ったか、なんで見つかったかっていうと、ここであいつストップしたのね。で、ライトをつけなくても、私がこの横を通過した時に反応するかどうかが今ちょっと懸念してたんですけど、反応しましたね。ライトをつけ、消してても反応する仕様だったんだ。だからやっぱ暗闇の中を走り抜けなきゃいけなかったんですね。うわ、鬼畜ですね。よし、オッケー。ふう、私が思うにあんな檻簡単に壊せんじゃないかなあいつ。だから多分もう一度もんちゃがあるね。そのためのあのショートカットじゃないのかな。で、もう一匹声がしない？違う方から。そんな気がするんだよね。これ檻か。檻の向こうだよ。なんかもう一匹声がするような気がするんだよな。
どっちにせよ油断しない方がいい。北道以外の檻がある時点で、ここね、閉じることはできないのか。あとこういう逃げ道がある、これも気になるところだね。何のために、何のために逃げ道があるのかっていうのもちょっと気になるところだね。何にもなかったね考えすぎだったね何にもなかったわ。封印しておきますね。よし、なんか複数の音が聞こえたような気がするんだけどね。多分オブジェクト的に最初のサウンドと、あと、ん？こっちもこっちもあんな。ほら、違うとこから声がする。え、ちょっと待って、めっちゃ部屋がある。こっちは、こっちはあかん、あかんやつか。第2の鍵、うん、まだ続くってことですね。第2第3のわしが襲ってくるわけですね。なぜここを抜けなきゃいけない理由があるんだろうか。横を抜けなきゃいけない理由とは、またあたたたた言ってますね。あいつの声なのかそれちょっと待て、セーブポイント探そう、セーブポイント探そう。待て待て待て、落ち着け。今度は人形か。お前らはね、合わせ技が好きすぎるんだよ。よかった、セーブですね。よし、終わりにしましょう。はい、お疲れ様でした。